両チームの選手たちが入場してきます。J1 リーグ第24節北海道コンサドーレ札幌対横浜 FC の前半45分がスタートしました。宮澤がいいですね。に当てるアンデルソン・ロペス、さあ前に抜けてくるアンデルソン・ロペス、右足シュート、今シーズン5点目、前半の15分、いや一瞬でスピード上げていきました。でもちろんロペス選手は左側からディフェンスが来ているのを分かってましたので、ロペス対袴田、いいね、ロペスが強い、ね、J が行く、 J に出す、 J の前が空いている、少し流れたが浮かせて、いや最後は井ノ原という部分と、はい、J 選手への動きをしっかり見ていたということと、 J 選手が逆足でループを打ったと、はい、それとさらにそれを予測して井ノ原選手がカバーしたと、非常に見どころが多い素晴らしい一連の流れでしたね。ボールになりましたね、最前線よりも降りてきた選手、さあ安永、左に草野もいる、その草野の前少し長くなりましたが、ペナルティーエリアの中、左足での低いボール狙ったか、菅野、荒野が奪う、ね、金子拓郎、ルーカス・フェルナンデス、ロペスもいますがシュートを狙った、ゴールキーパーロッカン、中村俊輔を尊敬して、そのビデオを何度も見て練習してきたという福森が狙った6ターン、ナイスセーブ、アンデルソン・ロペス2対2、ドーグラス・オリベイラも逆のサイドにいるが、アンデルソン・ロペス、ドーグラス・オリベイラ決めた、サイドはありません、ドーグラス・オリベイラも、なのでループシュートを狙ったんじゃないかなと、いうような目線でしたけど、まあどちらにせよずれたボール、パスだったとしたらパスにしっかり、はい、細かいステップです。赤峰が遠慮せずに行きます、そして奪った金子拓郎、右にアンデルソン・ロペス、金子拓郎が自ら抜けてきた、シュート狙った、決まった、金子拓郎今シーズン4点目、後半の42分、自ら行きました、エリアの中に入ってましたから、入っていたんですけども、距離あったんですけれども、もう落ち着いて、まだ笛はなりません。菅野のクリア、ここで長い笛、試合終了、3対0、北海道コンサドーレ札幌連勝に入りました。